磯チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。プロ野球解説者の磯部浩一です。前回第1弾としてコメント返しということをやっていったんですけども、今回は第2弾ということで、またまた返信返していきたいなと思ってます。よろしくお願いします。それでは、早速いきたいと思います。これいいのあったね。眠たいんかいという方から、コメントをいただいてます。近鉄時代、大阪ドームのライトスタンドにいる少年の私にいつも手を振っていただいてありがとうございました。今でも大ファンですというコメントをいただいてます。ありがとうございます。いや、これは僕も覚えてますね。非常に印象残ってます。ライトのライトスタンドではないんですけども、ライトのこう、僕が、まあ、ライト守ってたんですけども、ちょうどポールからファールゾーンのところですね、アルプス側のところで毎試合応援に来てくれて、応援してくれる方がおられたんですけども、多分その子じゃないかなと思います。なんか当時アウトを取ったら、磯部さんワンアウトとか、なんかそういうことを言ってた子じゃないかなと思うんですけども、当時はまだ小学生だったんじゃないですかね。眠たいんかいさん、今何歳になられたんですかね。まあ毎試合毎試合そうやって声をかけてくれてたんで、まあ、僕も自然とこうグローブで手を振り返すというか、そういうのをやってた記憶がありますね。やはり近鉄のファンクラブだったんでしょうか。あとは多分家族で見に来られてたんじゃないですかね、この眠たいんかいさんは。でもなんかそうやっていつもいつも声かけてくれるんで、非常に印象残ってますね。まあまあ、あの眠たいんかいさんに関わらず、まあ僕が現役で、まあ大阪ドームメインだったんですけども、そんなにこうやじられるような感じではなく、まあ、この眠たい委員会さんみたいな感じで応援をこうしていただいてたんで、非常にこう快くプレーできたというか、あまり強烈なやじを聞いたことないです。まあ昔のね、近鉄だったらもっともっとこう藤井寺球場の時はファンとの距離が近かったんで、あとは、まあ、南大阪という土地柄、結構やじもあったと思うんですけども、まあ、私の場合は眠たいんかいさん筆頭に結構温かい応援をいただいてたんで、まあ、非常にこう声をかけていただいて力に、なったのを今でも覚えてます。コメントありがとうございます。はい、続きまして、シャムチコさんからいただきました。キャップお似合いです。かっこいい。あの頃の楽天イーグルスも大好きでしたよ。このキャップっていうのは、この間のゴルフ場で撮影した時のキャップですかね。ありがとうございます。あれはちょっとまあ知り合いの方にいただいて、被ってるんですけども、
僕も結構あのキャップ気に入ってて、結構外出するときにいつも被らせていただいてます。あの頃のイーグルスということは、僕が現役の時の1年目とか、まあその頃の話かなとは思うんですけども、そうですね、まだまだあのアスリートだったんで、こう体も締まってましたし、まあ、1年目の時は髪も茶髪にして、こう襟足がちょっと長くて、自分で言うのなんですけども、ちょっとカッコつけてたのかなっていうのも、今思えばそうだったんじゃないかなっていう感じですね。まあ、チーム的にはね、非常に楽天1年目辛いシーズンを送ってましたけども、まあ、応援していただけるファンの方多数おられましたんで、なんとかこう頑張らなきゃいけないなっていうのを思いながらやってプレーしてたのは今でも覚えてますね。あの頃のイーグルスね、まあよく言われるのが、こう分配ドラフトで主力選手をオリックス側に取られて、まあ、世間一般で言われたのが、こう寄せ集めのチームと言われましたけども、まあ勝てませんでしたけども、当時のイーグルス僕も好きでしたね。まあゼロからのスタートで、ファンの皆様と共に戦ってできたチームでしたし、戦力的には他球団にはなかなかこう勝ることはありませんでしたけども、開幕戦で熊が投げて千葉で勝ったりだとか、その次の試合で野球の試合らしからぬ20何対0かな、それも1安打で、当時のロッテの渡辺俊介投手に完封されたりだとか、そういうことがありましたね。当時は本当勝てなくてすいませんでした。まあ、皆さんも苦しかったでしょうけども、現場にいる僕らもっと苦しい思いしてたのを、まあ、覚えてますし、まあ、その勝てなかったのも、今考えてみれば、まあ、いい思い出かなっていうことでは僕も受け止めてます。まあ、その時の話聞きたいっていう方が結構おられるんでね、まあ、ネタにはちょうどよかったんじゃないかなと、今では思いますけども、当時は苦しかったですね。まあ、本当にあの頃弱かったイーグルスが好きで応援していただいてた、シャムチコさん、本当にコメントありがとうございます。今回もたくさんのコメントいただきまして本当にありがとうございました。今回は第2弾ということで、この辺で締めさせてもらいますけども、また出した映像について、まあ、コメントありましたらぜひぜひ投稿よろしくお願いします。まあ、そのコメントに対するこう返信も、まあ、今回こういう感じでこういう時期というか、なかなかこうプロ野球のことを語れない、現状のプロ野球が語れない状況なのでやらせてもらってますけども、まあ、時折こういうコメント返しも入れながら、撮影していきたいなと思ってますので、今後ともイソチャンネルよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではこの辺で
失礼します。バイバーイ。